皆さん、こんにちは。マーティン、デアイアルミクーボーイ、キングティです。キングティさビー,ーリングアイ。<laughs> 東京パラリンピックは終わりましたが、はいパラリンピック22競技539種目、168カ国、地域、4400名参戦。その価値観はマイナスの感情に向き合い、それを乗り越えようとする勇気のある精神力。困難があっても諦めず、限界を突破しようとする強い意識の力。人々の心を揺さぶり、駆け立てるインスピレーションの力。 多様性を認めながら誰もが同じスタートを立てることに気づかなかったせる公平な力。これいろいろあってね、義足や車椅子、切断障害、知的障害、視覚障害、聴覚障害、脳性麻痺などいろいろありますが、実はね、パラリンピックね、これはね、下半身不遂者とオリンピックの技、造語です。はい。もしもボーリングが実現したらどうでしょうかはい。これはね、主に、 視覚障害者の方が世界基準のルールとして存在ですね。はい。まあ、いろいろ視覚があって大変ですね。はい。2028年のロサンゼルスオリンピック、パラリンピックではぜひ防御が競技が見たいもんです。声、世界選手権日本代表に接触したのは2002年のこと、第1回 IBSA 世界選手権大会、これまで国際大会に出場し世界チャンピオンを誕生するなど優秀な成績を収めてます。皆さん楽しいボーリングを続けてください。 というわけで、ボーリング、パラリンピック正式競技採用の可能性あるかでした。バイバイ。